怪盗セイントテール。怪盗セイントテール。怪盗セイントテールは、立川恵による日本の少女漫画。また同作に登場する怪盗、義族の名前。連載期間は1994年10月号から1995年1月号までの短期連載と、続編である1995年3月号から1996年12月号までの長期連載がある。 アニメ化されるなど人気を博し、立川の出世作となる。うち1996年11月号、12月号は番外編ストーリーを収録しているため、本編の連載終了は1996年10月号。コミックス7巻目には番外ストーリーを収録している。立川は影響を受けた作品として、ルパン三世、キャッツ・アイ、魔法のスター・マジカル・エミ、ピンクのヒ 松田聖子の楽曲を挙げいる。盗みを働く理由が盗難物の奪還や悪人の裁きを目的とした人助けであることも、それまでの回答漫画とは一線を画す内容だった。各国語に翻訳出版され、日本国外でも人気を博した。特に韓国では、天使少女ネティメイデのアニメ放映もされた。他の翻訳出版地域は、北米行き、台湾、香港、 フィリピンシンガポールタイなど。テレビアニメは1995年10月12日から1996年9月12日にかけてトムスエンタテインメント放送当時は東京ムービー新社局1東京ムービー及び朝日放送制作 ABC テレビ庁系列局ただしフルネット局のみにて19時30分20時の時間帯で放映されたポリグラムより VHS ビデオおよび LD がセルビデオ14巻、レンタルビデオセルディスク11巻で発売された。2004年8月22日と11月28日にはバンダイビジュアルより2008年4月25日と8月29日にはタキコーポレーションよりそれぞれ DVD ボックスが全2パック発売された。2014年11月には NBC Universal Entertainment Japan より、ブルーレイボックスが発売された。2006年9月1日より、動画配信サイト、Nifty Tokyo Movie Online にて、配信がスタート。全43話おまけには。当時のセガグループによる最大のプッシュによって、商業戦略が敷かれた作品である。原作では、変装による、主人公の回答姿は、アニメでは、 スポンサーの都合上アイテムのペンダントで変身しており、変身ヒロインものの一種として位置づけられている。アニメ版では、アイテムとして、ステッキも所持しており、玩具展開もされた。トミーから、セガサターン用、セガから、ゲームギア用ゲームが発売された。また、同作品を原作に、セガ主催のファミリーミュージカルが制作され、全国30カ所で公演された。 2011年には、新装版が発売された。全4巻。2017年、仲良し編集部が原作者の立川以外の手による、続編の制作を決定し、イラスト投稿サイトピキシーフにて、一般のイラストレーターから案の公募を行った、最終選考には、立川本人も参加。審査の結果名森式の案が最優秀賞を獲得し、 同社の作画による新章が講談社の雑誌上にて、連載、コミックス化されることが決定した。その後、2018年6月からピクシーフと講談社が共同で運営する漫画アプリ、パルシーにて、同社による新章、怪盗セインとテールガールズが連載されている。西洋の雰囲気が漂う港町、聖火市のミッションスクール、清市。 セントポーリア学院に通う羽久旧恵はマジシャンを父に持つ中学2年生。しかしもう一つの姿は人並み外れた身体能力と華麗なマジックを操り、聖歌活を騒がす怪盗セインとテイル。彼女は犯罪被害に遭った迷える子羊たちの救済のため、学院礼拝堂の見習いシスターにして情報アシスト役のパートナーである親友。 新森聖羅のサポートのもと、盗品を盗み返して、悪人たちの罪を暴く、回盗活動に走り回っているのだった。警察さえ手玉に取るセイントテールを追うのは、刑事の息子で恵みのクラスメイトの天才少年、アスカジュニア、こと、アスカ大器。彼は、市長より特命を受けた、セイントテール専任捜査官なのだ。最初は、生意気なアスカジュニアに怒り、 浸透な恵みだったが、中学生と怪盗の二重生活を送る中で微妙な感情を抱くように。しかし、信念を持って、セイントテールに向き合おうとする彼の真摯さに心惹かれていく。アスカジュニアに自分を捕まえてほしいと犯行のどに予告状を送りつける恵みだが、一方で正体を知られれば拒絶されるかもしれないと恐怖していた。 セイントテールとアスカジュニアの追いかけっこの結末は講段社、ケイシー・ナカヨシカン。後段ケイシー・デラックスカセイポーリア学院中東部2年 A 組に所属する、羽根、旧恵と新森セイラによって仕立てられ、運用される回答チーム。恵がマジックを駆使して、物品を奪還する実動を、セイラが情報収集や格乱を用いた、恵のサポートを担当する。 実動者及び変身を行うのが、めぐみ一人のため、回答イントテールとはめぐみのみのことと思われがちだが、上述の通り、セイントテールの活動は、めぐみとセイラの双方がいないと成り立たないため、実質上は、めぐみとセイラのコンビによるチームとなっている。もともと和イラが自身が、近所の子供に取られてしまった、礼拝堂山下室の鍵を取り戻すために、親の言いつけを破って、 学院内でマジックをしてしまった、めぐみの弱みにつけ込んで、彼女に黙っていることに対する取引として、その奪還を依頼したのが始まりである。めぐみはしぶしぶその依頼をこなしたが、結果としてそれが世間で大きな騒ぎになった。そして結果として残悔室の鍵を学院に無断で占有する機会を得たセイラは気を良くして、自らのもとに残悔にやってくる。 迷える子羊たちの自己救済を目論み、その結果として、セイントテールが誕生した。なお、この名前の発案者は、セイラである。上記の通りアニメ版においては、アニメオリジナルの設定として、変身ヒロインものとしてのメソッドが組み入れられたことで、変身バンクが用意された、原作はマジックによる装着替えの一種あるため、この限りではない。変身は、 構成が入った卵型の変身アイテム、セイントコロンペンダントを使用。主よ、種も仕掛けもないことを、お許しくださいと唱え、ワン、ツー、スリー。と叫ぶことで変身する。最後には、恵みとセイラによって、私たちに、神のご加護がありますようにと唱え、主に祈りを捧げることで終わる。回答セイントテールセイントテールとワン、ツー、スリー。 というタイトルで1996年にセガから発売されたキッズコンピュータピコ用絵本ソフト。1996年3月29日にセガから発売されたゲームギア用ソフト。1997年7月25日にトミーから発売されたセガサターン用ソフト。1996年末アニメ終了及び クリスマス商戦を見越しての発売であったはずが、プログラム上のトラブルが続出し、発売予定日は連続して遅延。基本は平面型のアドベンチャー、RPG、ゲーム中、特定の人物に接触することで、ストーリーモードに突入する。また、学校の授業という体裁で、ミニゲームもプレイできる。ただし、開発当初から、トラブル続きのプログラムというだけあり。 場面転換やスクロール時におけるデータの読み込みが致命的なまでに襲い、読み込み中にバグってサターン自体がフリーズするなどのトラブルも起こした。ただし、前編を原作やアニメの一部として捉えても遜色がない、ゲームオリジナルストーリーで構成、オープニングや変身シーン再現など、キャラクターものゲームとしてはかなり高いクオリティ目指した部分が随所に伺える。 またセガサターン用ソフトに入っている CD プレイヤーにかけないでくださいという CD、音声向けの注釈メッセージが出演声優の演じる漫才、コント風のミニドラマになっている。セイントテールが活躍する、聖火し、その経済に新たな企業が参入してきた。近年、急成長を遂げている、ウザキコンツェルン。しかしこの企業、裏では、 かなり強引な飽きないを行うことでも知られていい。人の心を踏みにじり、成長を続ける、ウザキコンツェルン。一方で人の心を守り、踏みにじられんとする思いを奪還する、セイントテール。そして、彼女を捕まえんとする、アスカジュニア。それぞれの戦いの果てにあるものは果たして、原作をはじめとする各メディアに共通して登場する、人物は除く。 なおプレイヤーキャラクターは、めぐみ、セイントテールのみである。セガファミリーミュージカルとして1996年7月26日より、桜井がメイン所属している劇団、朝倉香織演劇団によって、全国ツアー公演された。内容は、原作の1からには、アニメ放映1回目の内容をアレンジしたもの。映像メディア化はされていないが、ミュージカル音楽が収録されている。 サウンドトラックの CD は発売された。他、朝倉オル演劇団総出演。後段社のテレビ絵本シリーズにおいて、怪盗繊維とテールのタイトルで発刊されたシリーズ。ページ数と低年齢対象の都合から、中身のストーリー及びシチュエーションが非常に、簡略化れている。メインタイトルは、全巻、怪盗繊維とテールで、共通のため、ここでは、関数とサブタイトルの未表記。 双方ともに講談社、仲良しメディアブックスレーベルで刊行された。弊社は仲良し編集部となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。